天安門焼身自殺事件は2001年1月23日に中国北京の天安門広場で起きた焼身自殺事件。中国では天安門自焚事件として知られる。新華社によると法輪功の会員5人が中国政府による法輪功弾圧に抗議する態度を表明する意味で自らの体に火をつけたとされたが、名指しされた法輪功は、この事件は捏造されたものであると反論したもの。法輪功の会員とされる人々は、7人のグループで天安門広場へとやってきた。2001年1月23日、彼らはガソリンを衣服の上から体にかけ、自ら火をつけたと、中国メディアは報道。5人の体には火がつき、残る2人は火をつけようとしたところを現場で阻止され無事であった。火がついた5人のうち女性 B はその場で死亡したとされ、また B の12歳の娘 C は事件の2ヶ月後に亡くなったとされた。しかし、法輪功の情報局はその事件の実行者は法輪功の学習者ではなく、また法輪功では自殺を含めた命を殺める行為を禁じていると事件への関与を否定した。またこの事件は学習者の投獄や彼らへの拷問に対する世論の批判の矛先を変えるために中国政府により捏造、自作自演されたものであると声明を出した。この事件の背景には当時中国政府の法輪功に対しての弾圧や学習者の逮捕、また逮捕された者に対する拷問の噂が海外メディアでも問題視されていたことがあるが、法輪王報情報センターはこの事件は、江沢民が人目を引く自殺を演出し、法輪功で修練を行う人々に対する世論を反対方向に導くためのものであると主張した。事件の映像は、天安門広場に隣接している建物から撮影されたと思われるものが CCTV で採用され、その映像は世界にも報道された。天安門広場と人民英雄記念碑 CNN のフィルムチームは、ルーチンワークとして法輪功の主張を検証する工程に入った。映像の中から人民英雄記念碑の北東側の歩道にいた男性の様子を追うと、彼は何か液体を自らの体にかけ火をつけた。広場にいた警察はすぐに気がつき、彼に近づいて火を消そうとした。その直後他の4人も彼の行為に続き自らに火を放った。警察の車が最初の男性の体を回収し、およそ25分後には2台の救急車が到着して4人を回収、そして天安門広場は完全に封鎖された。彼らはなぜ法輪功とされたのか、誰によってそのように報じられたのか論争が起きた。新華社は亡くなったとされる劉春麗の養母は、娘は法輪功に夢中になっていたと述べたと報道した。しかし、香港の NGO 団体の中国人権民運思議中心は12歳の少女を除いた他のメンバーは依然天安門広場で法輪功に反対する活動をしていたと伝えた。インタビューを受けた人々の誰もが劉春麗が法輪功を練習している様子は見たことがないと語った。法輪王報情報センターは法輪功の創始者である李弘氏は自殺は罪であると明確に述べていると伝えている。在米メディア新東人電子台が作成した映画ニセビでは報道に使用された映像を撮影していたカメラがなぜ広場より高い位置から撮影ができているのか、どうして動き回る焼身自殺者らをズーム機能まで使用して追跡しながら撮影できたのか疑惑を呈している。事件当時の映像は CNN が撮影したものだと報道されたものの、CNN はこれを否定している。またなぜ映像に消火器を持った人間が多く映っているのかも疑問を呈した。死亡した B や C の入院中の様子を含む、火傷を負ったとされるメンバーの写真や映像は後に公開されている。ありがとうございます。